ここで優勝力士のインタビューであります。先ほどってるそれではインタビューです。初優勝です。徳勝龍関です。おめでとうございます。ありがとうございます。ごめん、どうですか今改めて国技館の四方を見渡しました。この光景はどう見ていますか。自分なんかが優勝していいでしょうか。元気を。もう皆さんですね、結びの一番の大関戦、あの相撲内容を見ればもう納得の優勝だと思います。どうでしょう、今場所関取は番付が西の前頭17枚目、幕内では一番下だったんですね。そんな中で今この場に立っているというのはどうでしょう。いや自分が一番下なんで、もう怖いものはないの、もう思い切っていくだけだと思って行きました。思い切った。場所中、大体中盤くらいでしょうか、徳勝龍関がいっぱい四つとか守り続けて白星を伸ばして、周りからもいろいろとこう優勝について言われていたと思うんですが、そのあたり。いや、もう意識することなく、嘘です、めっちゃ意識してました。そうですか。昨日正代関を破って単独先頭になっても意識していないと言っていましたが、あれは嘘だったんですか。バリバリインタビューの練習しました。いや、とてもですね、関取の帰る際の表情を見ているとそうは思えなかったんですけれども、ということは今日千秋楽結び大関貴景勝関との一番が組まれました。この時の思いはあったんでしょう。いや、もうずっともう思い切りいけばいいんだと、立ち合いだけしっかり当たればいいんだと自分に言い聞かせてずっと、やってきたんで、千秋楽もそういう気持ちでいきました。すごいな。ちょうど今日結びの一番、優勝をかけた一番、時間前の仕切りのところで一口こう水を口に含みましたが、あの時は何か特別な緊張感はあったんでしょう。喉がカラカラでした。いや、おそらくそうだろうなと思っていたんですが、ということはこう優勝というものはもう土俵上で勝てば優勝というものは常に頭にあったんですか。いや、でもそれは意識せずにこの一番集中して行こうと思いました。あの大関貴景勝関、得意の左四つ右上手で追い込んでいっての相撲、ひょっとすると今場所一番の内容だったんじゃないかと思います。この一番どうでしょうか。いや、右上手取って出ていって土俵際ちょっと振られた時危ないと思ったんですけど、これを行くしかないと思って行きました。その危ないと思った瞬間を後押ししてくれたものは何だったんでしょうか。そうですね、場所中に恩師の近畿大学監督の伊藤監督が亡くなって、監督徳勝龍監督が見てくれてたんじゃなくて、一緒に土俵を握って戦っていてくれたりな、そんな気がします。
場所中に関取の母校近畿大学の監督伊藤勝人さんが急逝されました。どうでしょう、今あの姿をきっと見てらっしゃると思います。どんな報告をしますか。もうずっといい報告がしたいと思って、それだけで頑張れました。もう弱気になるたびに監督の顔が思い浮かびました。監督、そして奈良県出身の力士ということで言いますと、なんと幕内の最高優勝は98年ぶり。奈良、大変な快挙。大変なことをやってしまいました。地元で応援しているファンにもこれいい報告ができるんじゃないですか。そうですね、いい報告ができると思います。今ですね、館内からこれからだこれからだという声がかかりましたが、関取今33歳、これから34歳になる年齢です。若手の台頭がどんどん著しい中でどう見ていましたか。そうですね、もう33歳じゃなくてまだ33歳だと思って頑張ります。場所前に関取は今場所は実は返り入幕でした。先場所は十両でした。ただまだまだ常に上を目指すということをおっしゃっていました。今場所のこの結果を受けてさらに上と言いますとどういうところを目指しますか。いやもう行けるとこまで行きたいです。来場所は奈良出身の関取にとっては春場所大阪ご当所になります。改めてどんな相撲を取っていきますか。そうですね、自分らしく、気合の入った相撲でやっていきます。最後になりますが、今日この館内にさお母様が応援に、いらっしゃっていたからいつもは照れくさくて言えないですけど、お父さんお母さん産んで育ててくれてありがとうございます。本当におめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。